はい、熊本城着きました。カズの門って開いてないの？はい、でもここなんか絶対正面じゃないですよね。うん、なんか裏道な、裏の入り口のような気がします。ちょっと聞いてみましょうか。入場料は500円となります。あ、こんにちは。はい、ここの入り口ってメインじゃないですか？もっとでかい入り口、ここ4つで出入り口ありますけど、ここはもう裏門になります、はい、あ、裏なんですね。正面ってどこら辺になるんですか？一応正門的にもこっちは他で5面になっております、はい、あ、そっちなんですね。500円、はい、はい、おはようございます。はい、ということで裏門らしいです。ここは来ましたね、熊本城。はい、ではちょっと登りたいと思います。よいしょ。天守閣本丸御殿、こっちですね。行ってみましょう。完全裏道ですねこれ。はい、観光客のツアーとかバスとかなんか正面だとごった返してるように思ったんですけどね。どうかな。あ、まだこれ出口なのかな。いや、銀杏の木です。熊本城は別に銀杏城と。おお、ありましたありました。ちょっとこっちから、すげえ、じゃん、やってきました熊本城です。いや、これはすごい、ちょっと感動です。天守閣でかっ。今日はですね、熊本城にやってきました。めちゃくちゃ立派な城ですね。さすがね、日本一と言われるだけのあって、超かっこいいじゃないですか。この色といいですね、形といい。はい、このようになってます。おお、素晴らしい。はい、風景ね、こんな感じです。まあよくあるね、お城の周りといった感じでしょう。結構やはりですね、外国の方多くいらっしゃってますね。はい、今日土曜日なんですけど、まあ、そんなに混んでもいるわけでもなく、まあ、時期もね、桜のシーズンも終わってるんだと思いますけれども。はい、ではね、ちょっと天守閣登れますね、人いますね、行ってみたいと思いますが、これ別料金いるのかな、いらないかな。はい、ということでちょっと行ってみようと思います。めっちゃ石垣ですね。この前ね、ダッシュ村やってましたね。こう大きい石を積んで、その間に細かいのをね、こう入れ込んでいると。ぎっしりと詰まってます。こんな感じで。うん、これが支えてると思うとすごいですね。お、入館無料。いいですね。入館無料です。はい、入場料500円だけで中と入れますね。はい、登っていきます。もうね、コンクリで完全にこれ観光用になってますね。こうもっと木の階段で超急角度登っていくと思いきや、はい、完全ちょっと博物館的にもなってます。社長庫です。はい、名古屋城と違って金の社長庫ではないですけど、天守閣の社長庫です。こちらがですね、10分の1の模型です。ところどころね、撮影禁止になってます。そ
して加藤清正公のですね、はい、いろんな歴史だったりちょっとまあ省略しますけどが展示されていてね、もうじっくり読みにるとかなり時間も潰せるんじゃないでしょうか。うん、すごいですねこの模型。天守閣に登っていきましょう。パネル展示なってます。はい、省略上登りましょう。ここはなんか展示してあるね、ちょっと見ます。3階はね、ほとんど撮影禁止のコーナーでした。全部は、はい、次上行きましょう。よいしょ、5階です。はい、だんだんと明るくなってきました。よいしょ、お、来ましたね、これが天守閣の。お、ジャンルンと日川でしょうか。天守閣ですけど、このように外と通通になってますけど、しっかりとですね、もう柵があって危なっかしい感じはしません。そして結構ほら広いので、うん、ゴミゴミせずですね、自由に見れるのいいですね。このような景色です。はい、こちらは入り口かな。はい、RX100M2 のズームを試します。はい、くまモンもね、ターゲットにして、まず光学ズーム領域ですね。はい、ここまで。そしてここからデジタルです。これが MAX ですね。今超解像全画素ズームとデジタルズームオンの状態にしてます。手ブレ補正はスタンダードですね。ギューッと引くと、はい、ここから光学、はい、これぐらいまで画角としては寄ることができますので、まあね、これ一つでまあ観光であれば十分な心強いカメラかと思います。はい、今日も熊本のね、この RX100M2 オンリーです。これだけを持ってきました。本丸御殿にやってきました。はい、このようにですね、ここも無料です。うん、このように資料が飾ってます。台所です。これはね、復元されたということで、約7年前にですね、当時の図面をもとに復元されたと今話を聞きました。これはね、赤松だそうです。素晴らしいですね。はい、なので比較的ね、綺麗にできています。こういうのね、いろいろ説明を聞いてですね、勉強してみるもんですね。招待がいます。やっぱりですね、こっちが正面っぽいですね。
なんかいます。こちらがね、反対側から見る熊本城ですね。こちらの方がね、人がここいなくて、とてもかっこよく撮影ができるポイントかと思います。こちらが正面でしたね。今日はですね、はるばる九州から熊本城をお伝えしました。500円でですね、はい、ゆったりと天守閣まで登ることができますので、素晴らしい、超かっこいい城ですね。ぜひね、まあもちろん熊本いらっしゃった時はこちら観光に来てみてはいかがでしょうか。もう当分で来ることないと思いますが、明日には名古屋戻りますんで、熊本をね、存分楽しみたいと思います。どうもありがとうございます。